Hey YouTube, what's going on? Tunkay here with a brand new gameplay episode. Gameplay series episodes of Yakuza Kiwami 1. I've beaten Yakuza 0, but now we're moving on to Yakuza series system data found that you've got the Yakuza Dragon God Amanada's present. Chapter 1, Fate of a King Slayer, October 何で?その取り立ての相手は?すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが、金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ?2億です。取り半って約束になってますから。 Okay guys, we're playing Yakuza Kiwami 1, finally. また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか?兄貴、今から取り、ファイナンスっつっても潜りの金貸しですから。 ちょっと痛めつける必要がかなり抵抗するでしょう。でも、こっちには兄貴がいるんだから大丈夫ですよ。お前、あんまり無茶すんじゃねえぞ。悪いことしてんのはあいつらの方ですから問題ないっすよ。それに、俺らよりよっぽど肩に泣かせてるって話ですよ。さあ、行きましょう。 取り立てが終わったら飯でもどうですか? 悪いな。今夜は… あ、そうだ。
セレナに行くって言ってましたね。ああ飯はまた今度な。So we're wearing the Dragon of Dojima outfit. Okay, how do we already have 60,000? I just started playing this game and already have 60,000. Okay. Well, we're in Kuramurocho still, but this time we ain't gonna be playing as Majima. You'll guys see what will be happening with Majima pretty soon.着きました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。あんたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ。ならやるしかねえだろうがよ。Alrighty, our first fight, and I like this music, by the way. Peace of Finite's President.Alright, we're starting off with the Dragon of Dojima. I already know how to fight in Yakuza, so I'm pretty good at this game. Ooh, that jump kick though.Can I not switch styles? I can't? Oh wow. I guess I have to use my Dragon of Dojima on these guys. Get out of here. By the way, to earn abilities now, you have to earn CP skills. Defeat 5 enemies in dragon style. Dragon of Dojima. Sumimasen, mo kanben shite kudasai. Anike, kaishou shimashita. Yakusoku no gaku da. Waruku omou na. Anike, arigatou gozaimashita. Demoこれでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい、そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は
後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。About the completion, yeah, yada yada. I know about the completion list about this game. I know about the CP thing. So, we are going to be heading to. I thought you were going to hold on to the 100 million yen. I love how the game sounds like now. By the way, the switch to the Dragon of Dojima, it's not square anymore. You have admittedly have all the four sails.何やってん、おら。おうおう、お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むか、ボケ。All right, let's do this. Guard attack enemies.Oh yeah, this is the move from Yakuza 1. I'm sorry, Yakuza 0, sorry. Oh, I love this one. This is the move from Yakuza 0. Oh, here we go, guys. Oh no. Majima. Suya, Dojima no Ryu. Kiryu Kazuma-chan ya! お久しぶりです。マジマの兄さん。よせよせ。お前、組立ち上げるって話じゃないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらい、ええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女こましてみたいってね。それよりコナをどないしようか。すみません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いなキルちゃん、甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や、その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、まええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、覚えておきます。でも、あん、でも何や。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、
踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、言っちゃっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。これで気は済みましたか。その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとね。何。でももし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キルのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なんか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。Okay, well, we just saw Majima with Kiryu and Majima talking to each other for the first time as well. That was something. Anyway, we're going to the Serena bar, I think. 相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。道島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと道島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっともう酔ってるの。
私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっとく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって課題から金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドンと稼げば間違いなしだ。堂島組打ち気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君はもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。
この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら。そうだな。よし、それにしよう。Yumi's birthday, huh? I completely forgot. Around here, the best place to buy a ring would probably be Lurmerch on Showa Street. I should over there now. Get the ring. You can save. Okay, so we're on chapter 1. It's actually telling me where I need to go, which is a good thing. And I can actually save now, so yay. Where am I supposed to go to get this ring? Ah, hello. いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その、なんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが。今非常に人気でして。こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか。ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。はい、受けたまわりました。Wow, that was all my yen that I had to pay for the ring. Wow. So the game is starting off to give me money, but then I start to waste it on a ring. Wow. Good, about the ring.Reina said this is something Yumi wants, so I hope she likes it. Better head back to Serena. And also, I'm starting to like this game. I should get back to Serena. This is the long way. Aww.So most of these areas are blocked off because I can't get to them. The ring is missing. Oh, come on! Damn, it must have been that guy. Oh, come on.Get the ring. Oh, it's making me get the ring back. Oh, come on. Oh, you're selling pocket tissues. I don't want that. Where'd that guy go?
もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんた。ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。ただ悔しいアリオ。Where would that be? Oh, okay. You, Isn't that the pickpocketed? Oi, お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。の男スリだったのか。 He even picks while he runs. He's good, but he's really on my shit list. Not shit list. Damn, Kiryu. Okay. You're really gonna call it your shit list? Where is he gone now? I swear.Some guy bumped into me and then rounded at the corner of this convenience store. What was all that all about? Man, he's fast, but where did he go?Where did he go? This guy is seriously not giving up. He won't give me back the ring that he stole. Then where else am I supposed to go?Can't be inside the store. Where did he say he was? Some guy bumped into me and then rounded around the corner of this convenience store. Wait, where was he pointing at? He said like right here, so what could that mean?You, huh? おい、ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。くそ、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぞ。まさか、ここまで俺を追い詰める奴がいるとは。
まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。Alright, let's do this. You wanna fight me, man? Let's do it. Change styles. Yes! I could actually go from brawler. Come on. Oh, I don't have any heat action. And he's beating me up to death, huh? Oh, come on. You're not that good. Earn 1000 XP. Nice. Sorry, I'm sorry. I'm going to stop the assassination. Suri, stop. Come on. I'll give you the ring I stole from me from you.それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。Damn, I need to go to the pawn shop and buy it back now. I guess we could go back to the pawn shop and go buy it back now. Because apparently this thief stole it from us and he took it from us, so now we have to go back to the pawn shop. Wait, is there a pawn shop here this entire time in Yakuza 0?Huh. なあ、その指輪、俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。Damn, I can't get the ring back because I'm too short on money, and that money costs a lot. And that ring costs a lot. Damn.
Now I don't even have enough cash to buy it back. Do I know anyone who would loan me that much? シンジ、こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え、あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない。急いでくれ。あ、はい。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。Okay. Now I can go back to buy the ring again. Let's see if the guy will trust me.What? It's 15,000? Really? It's 15,000? 1,500? Oh my god. Oi, さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。Kiryu, I don't. This guy's gonna change the price again. Just wait for it. He's gonna change the price. One day, if I even do get the money from Shinji, he's just gonna buy the. I really need more money. I'm sorry, Shinji. I'm really sorry, Shinji.シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。Okay, let's see if the guy didn't change the price again. Bro, if I have to keep borrowing money from Shin and this guy keeps changing the price, I'll feel so bad. No, the ring is gone.さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。
だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。Finally, the dude believed me. Hey, we're celebrating our birthday. Hey, you. Why does she look so different, though? Yumi-chan, お誕生日おめでとう。おめでとう、Yumi。おめでとう。みんなありがとう。ほら、Yumi。プレゼントだ。なになに？開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミん、実はその俺からもプレゼントがあるんだ。本当にありがとう。そのこれなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。ああ。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど、ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキレイちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。ん？錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。
そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。Well, I think I'm gonna end today's episode. I'll continue from this later. But as of right now, I just want to save the game and end today's episode. You guys are talking to me. But I just want to go save today's episode because I don't know how long I've been recording for, so let me just save the game. Yeah, this game is pretty fun. I'll be sure to continue this more later. Or in the next episode, I'll be sure to continue this episode more. I hope you guys enjoyed today's episode. Let me know what you guys think. Yakuza Kiwami, it's pretty fun. So let me know what you guys think, and I'll see you guys in the next one. See ya.